い、エルカチャンネルのショーです。久々にですね、家で使っているモバイル Wi-Fi の話をしようかなと思います。約1年こちらを使っているんですけど、過去に何回かこちらの機械の動画を上げているんですけど、今の時期がですね、気温が高くてですね、熱が抜けきれないんですよ。ネットを使わない時に本当だったら充電がしたいんですけど、充電しながら使ってるっていうのが現状なんですよ。で、困りまして、でその熱問題だけだったらどうにかなったんですけど、なんでしょうね、繋がってはいるんですけど、あんまり速度が出ないんですよ。 YouTube とか見てるんですけど、読み込みが多発しましてスムーズに見れないんですね。速度を測るので調べると一桁ですかね。思いのほか困りまして、全然スピードが出てないわけじゃないんですけど、何台かつなげちゃうともうガクッとスピードが落ちてしまいます。それでもう最悪他のところに乗り換えようかなって思って、ここ1週間ぐらいはとどこにしようっていうのでいろいろ見てました。持ち運べるやつにこだわらなくてもいいんじゃないかって最近思ってきました。外で使うことがですね、そこまでないですね。家だったらこれがあるので問題ないし、外でがっつり YouTube とか何時間も見るわけではないので、置くやつ、ホームルーターにしようかなってのも考えてました。これも前動画にしました、 UQ のホームルーターでもいいなと思ったし、今 5G 対応の新しいやつが出てるんですね。そっちもありだなとか思ってたんですよ。スマホと同じところの方がいろいろお得だったりはするんですけど、もっとないかなって。だってこれ自体が全然違うメーカー、それが大事 Wi-Fi だったりするので、もっとないかなと思いまして調べると、ソフトバンクエアーですか、あるじゃないですか、Lちゃん見てたら、全く同じの名前がなんか違うやつが出てきたんですね。モバレコエアーかな。毎月の金額もめちゃくちゃ安いんですよ、Lちゃん。ただやっぱり口コミとかを見るとですね、いいところもあるんだけど悪いところもあるみたいな感じで、ワイマックスにしようか、ソフトバンクエア、モバレコエア、他のモバイル Wi-Fi、そして光にするか、すっごい悩みました、Lちゃん。そんな時にですね、 YouTube でそういうのを紹介している人たちのを見てたんですけど、関連動画が出るじゃないですか。その中にですね、なんか違う動画があったんですよ。それもこのモバイル Wi-Fi のやつで見たらですね、置く場所を変えてみたっていう動画だったんですよ。窓際に置いて電波を拾いやすくしましょうみたいなことを聞いたことあると思うんですけど、その動画はですね、窓ガラスにこうくっついてました窓際っては聞いてたけど、めっちゃ窓窓ガラスにくっつけてるんだっていうのを見てたらですね、速度が全然違いました。同じのを使ってるわけじゃないし、住んでる場所も違うので、もう条件は全然違うと思うんですよ。なんですけど、どうせもう乗り換えるならやることやってみようと思いまして、この機械をですね、窓ガラスの方に持っていきました。結果はやばかったですすごかった、いい意味ですごかった。今まではですね、窓から1メートル以内で置いてたんですね。最初の方に言いました、一桁台ばっかりだったんですよ。夜の時間帯ってのはみんなが使うから遅くなるって言うじゃないですか。そうだと思って使ってたんですけど、窓のところに置いて
測ったら同じ時間帯なのに全然違いました。ダウンロードもアップロードもどっちもが2桁になるっていうのに感動しました。Lちゃん、ほぼほぼ毎日オンラインゲームをしてます。そのオンラインゲームなのでダウンロードの速度は速いことに越したことないんですけど、アップロードの速度がまあ遅くてですね、オンラインゲームだとなかなかラグが出ちゃうんですね。でそれに加えてピング値も数字がでかいと応答に時間がかかっちゃってまともにゲームができない状態になってます。でそのさっき言った窓のところに置きましてやったら本当速度が変わりました。普段ならまともにゲームができないのに昨日は全然止まることもなくもうサクサクとゲームができてですね、すっごい楽でした。日中がですね窓のとこ置いてるのでまあこいつの熱も持ってたのにプラス太陽の光が当たっちゃってすっごい速度は遅くなったので、日中はちょっと場所を変えたんですけど、夜だったら窓のとこに置いといたらいけるんじゃないかな。置く場所をちょっと変えるだけでこんだけ変わるっていうのには約1年使って初めて感動しましたね。Lちゃん、はい、ということで今回の動画はここまでです。もうしばらくこちらのそれが大事 Wi-Fi を使ってみたいと思います。何か進展があればまた動画にしてあげたいと思います。次回も俺にかかってこい。